あ、どこ？新横浜へ。別現場でちょっと焦げちゃってる。今回ちらっと聞いたんですけど、詳しくもしよかったら。2巻になったのに嫌だね、はい、1巻ちょっとしか使ってないなと思って。おはようございます。はい、もうやばい、目いっちゃってる。あれ、いっちゃった。ここはどこ？新横浜へ。ここはどこ？私は誰？私は分からないけど、ここは横浜。どういう意味だよな、これ。パパが住んでる親子の。親子？いや、本当のパパとさ、本当のパパの感じ。パパとさ、なんか夫婦に見られたこともある。パロクさんとか言って、そう、パパの先輩にね、あ、娘ですって。あ、そうか。よいしょ。おはようございます。ありがとうございます。さっきの下さ、別現場でちょっと焦げちゃってる。一応ちょっとそっち行ってもらってますね。朝からそこ、ルーキー朝からそっち行って、今日中止ですけど、打ち合わせ、お客さんと、お客さんともですし、職人さんとも。おはようございます。おはようございます。お、さっきました。おはようございます。ちょっと使えるようになったか。あ、こんにちは。こんにちは。その職人さんの渡辺さん。あ、今日雨なの？やるつもりだったんですけど、予定よりも雨が降っちゃったんで、うん、ちょっと中止で、最後の確認で一緒に。はい、何も見た？あんまり詳しくは、まだ松井ちゃん説明が全然わからないですね。まあ、そのメーカーの出す。7万人ってアホか。ちょっと社長、すげえいい匂いする。そうですね。こっちじゃないかな。あ、違う、バカめちゃ、なんかすごいいい匂い。オーラの、そう、オーラがいい匂い。オリックスが、まあなんかけど、会うとそんなんでもないんですよね。そうですね。まあこれ、話。あ、こんにちは。あ、社長、こんにちは。あ、いいですか、上がって。すみません。失礼します。すみません。ちょっとドロドロと状況見ますけど。いいですか。失礼します。今回ちらっと聞いたんですけど、詳しくもしよかったら、あとなんか、なんかチラシに。なんか 120% って書いてあるので、あ、そうそう、あ、お宅のパンフレットにね、はいはい、20% 折り込みチラシかな、ね、はい、パンフレットでして、パンフレットですか、はい、はい、まず無料相談会行って、はい、松内さんも結構知識も豊富だし、はいはい、信頼できそうだったんで、はいはい、いいかなと思って、はい、あと一社見積もり取ったんですよ、はい、でお宅と比べて、はい、お宅は品質と価格のバランスがいいかなと、はい、ちょっと 20% 増し、はい、あそこもちょっと微妙だったんですよ、はいはいはい、それでまあ良かったですよ、対応が、はい、ね、営業と管理と、ええ、渡辺さん、翔平さんと、ええ、それで最後になって、いきなり高速させそう。最後になって、あれ、2巻になったのに嫌だね、はい、1巻ちょっとしか使ってないなと思って。残って、うん、だけど、平米数がどんなに120です。120。うん、1巻60ぐらいですよ。ちょっと少ない。60ぐらいだから、あれあれと思って。1棟が1本何平米で60ぐらいですね。60、最大60って書いてあった。56から60から。トタンガモンでってことだから。そうですね。うん、まあ、結構伸びやすい。コロニアルのであれば、結構そのタイプは塗料も乗っけられる。それでも鉄板でもその平米になってる？いや、あれは全然その鉄板の仕様、下地のあれは書いてないと思います。書いてないです。56から60。塗料のカタログに書いてないですか？え、塗料のカタログに書いてない。SK 加減のね、はい、あれに見たんだけど、はい、56から60ってやってましたね。で、はい、鉄板に対しては僕も確認したんですけど、はい、そういう記載はなかったです。あ、鉄板だから塗料が伸びるよとか、うん、ただその鉄板そのに対しては色味を、はい、いくら入れてっていうのしか書いてない、はい、で、まあ、ちょっと関数、うん、それでちょっとおかしいんじゃないかな、はい、それで対応お願いしたわけですね、はい、で僕もちょっと来る時に不安になったのは、変に無理やり塗って、ダレが出ちゃったりとか、そういうのって、よく僕もそうですけど、いや、それ厚塗り、そうです、で僕もよく見積もりとか昔からやってて、摂取さんって、やっぱ塗れば塗るほど化粧と思って、厚くなればいいって思っとるんで、だけど化粧ってもう同じやつ、あんまり分厚くなって割れちゃったりとか、もう気持ち悪いじゃないですか、そういう女性があんまり。今回もう一回塗るっていうのをちょっと今来てるって聞いたんで、塗るのはいいけどどうなのって聞いたら、いや、きちっと入れとるんで変に塗って、まあ後で不具合ででも、正直今度、僕らは。いいですか、大丈夫ですか、余計に回る。それであんまり
余らしてもったいないでしょ。まあ僕らは在庫で取っとくと、まあ次の現場で使ったりとか、ああいうのがあるんで。まあいいですよ、それは。いいですか。もうクレーム出しませんから。ああ、まあ、要するにうち120平米弱でしょ。屋根が。うん、屋根がね。それで、あれで見ると、メーカーが60だから行ったんでね。そうすると、やっぱり2巻分ないと。あの職人さんと、その、まあ、管理の対応っていうのはどうでしたか。そうですね、よかったですよ。あ、よかったですか。うん、それでね、1日終わった後、はい、スマホで撮って、はい、見せてくれるんですよ。ああ、工程を。あれはすごい良かったですね。必ず、運転道場の機械に、うん、他の自分の現場でも、はいはい、あれはすごく良かったですよ。撮影した写真は必ず説明しながら、うん、今日こう、工程をやって、なるほど、LINE とかで送るんじゃなくて、そこから挨拶を交わして、今日こういうことやって、はい、そうです。ほんで、きちっと、まあ、誰も、じゃあ2回工程も、写真記録も残して、すべて。でもやってることですね。で、下塗りもきちっと入れて。うん、それはね、非常に役に立つ。これはいいやり方だと思うね。はい。ね、なんで、まあ、ちょっと塗料余ったもんで、はい、これちゃうんちゃうか。そうそう、余っちゃってからさ、不安だったわけですよ。120% どころか、70% ぐらいしか塗ってねえやねんか。もう 50% でね。ああ、そういうことですね。1巻半ぐらいかかった。1巻と少し。今14キロ間でさっき測った時、はい、大体残りが10キロちょっと、はい、だったんで53から61平米って書いてありますね。で68平米で計算すると、そうそう2巻ね、あほらってそうなるどうかなったわけですか。でもそういうお客さんいる結構。いや関数はすごい気にされてます。名古屋の方も17人あって。で、チラシにも 120% って書いてるのが、うん、結局壁なんか、実際にきちっと塗ろうと思うと、この関数は足りないですよ。そうすると本当に 120% 以上、本当に倍ぐらいの時ありますもんね。下地が悪いとか。そうですね。で、特に、まあ、職人さんも多分これ、また腕がいいと思う。あ、そうですね。下塗りを、手抜くと、また上塗りめちゃくちゃ吸いますもんね。はい、で、あ、そうすると相当いるわけです、ね、そうそうです。で今フッ素って、まあ、屋根もそうですけど、やっぱり太陽光から守るものと接着剤って分かれるじゃないですか、で上塗りは200じゃないですか、だけど今もう今愛知県でも今これやってるんですけど、フッ素ってやっぱり光からを守るものじゃないですか、要はまあ日焼け止めみたいなものじゃないですか、だけどすごい高いわけじゃないですか、だから中塗り剤って今安いの出てますもんね、フッ素用の。そうですね。だから僕ら壁とかでは、なかなか今もすごい、まあ、愛知県は特に、まあ、業者すごい多くて、やっぱ下げ合いしとるんで、いや、中塗り剤だけでも。その代わり、例えば 1.5 本、1.5 本で合計3本使うんでも、1本だけはそれ仕入れて、まあ、そこで塗って、あと2本は、フッ素、上塗り剤でいくっていうか、中塗り剤をわざわざ使ってやっとるんですけど、まっすぐから聞いてたのは、要は、規定量は入っとるけど、1.2 倍使うよって塗り替え道場歌っとんのに、うん、1.2 倍使ってねえがやっていう話だと思ったんですけど、だけど聞いたらまあちょっと100、うん、150平米ぐらいあって1本半だから、うん、そこはいいと思いますよ。あ、そうですね、だから屋根だちょっとね、あ、まあそうですね、あ、そういうことですね、まあ、ちょっと不安かなっていうところですね。そうですね、はい、ということはまあまあ数値が一番悪いってことですね。いや、違いますよね。誰かが悪者になったらまあ YouTube は面白いかなと思って。やっぱ全て松内さんが言ってた。ああ、一番悪いのはそうですよね。で、一番戸惑うし、田中さんも戸惑うし、そうですね、現場も戸惑うし、管理も戸惑うし、誰が一番悪いの？え、僕です。管理はどうですか、桜下は。まあ、この方は入って。誠実でよくやってくれてますよ。いや、誠実すぎるって感じですよ。もうちょっと、なんか正直だね。そうそうですね。で、なんか。嘘つけないような。ああ、そうですね。ちょっと器用になってくれると。まあ営業規模で来とるんで、うん、まあもうダメだって、俺も顔見るためにもうダメでけえって言って。マスイちゃんどうですか？マスイちゃんは知識が豊富でして。知識だけなんですよね、これも。やっぱりそれが一番大事ですよ。ああ、まあそうですね、うん。いろんな問題点がありますからね、あ、はい、塗る上でね。はい、それに的確にやっぱり答えてくれないと、はい、じゃあ不安になっちゃう。あの商談見積もりの段階で、うん、やっぱこうやって知識量もあるし、うん、あ、こういう時はこうやってきちんとやります、うん、あ、これだけ営業マンが知識あれば、うん、ちゃんとした会社なのかな、うん、みたいな、そうですね、なんか誘導尋問みたいで申し訳ないです。
大丈夫そうなんですか、そのもう一番の不安はその塗りすぎて後で割れてくるとか。あ、まあ正直その僕もやっぱ仕上がりに対してはやっぱ気をつけるのが一番職人だと思ってるんですよ、もちろん。でその正直やっぱ鉄に対してあまり乗っけるって、はい、あの他の業者さんも多分あまりいないと思うんですけど、はいはい、どうしてもこう垂れてきちゃうので、はい、で外壁だとこう凹凸がありますね、もちろん、はい、なのでたくさんちょっとまあつけても言うほどこうあまり垂れてこないというか、はい、変に溜まってるところじゃなければ、はい、なのでちょっとまあそこら辺お気をつけてやってるんですけど、ですね、まあ今回こういう形になっているので、はい、まあ全然あの多く塗って、まあ、多少こうそのこのウェーブというか、どうしてもこう乗っけて傾斜の部分に乗っけるので、はい、多少こうウェーブにはなると思うので、はい、一回ちょっと見ながら、まあ本当に一回やってもらってまた残る場合もあるかもしれないですけど、3回塗りして大変に無理するのは良くないと思うので、はい、あ、これからまた応援、あのちなみに最後あの Google マップと携帯知ってます？いや、で口コミで視聴者がもう悪口ばっかり書かれるんで、あの工事されたお客さんに星5つ以外は書いてほしくないですけど、ちょっと今後のしっかり対応させていただきますちょっと まだまだってことでいいですか、うん、星5つ、星5つだったら星5つですか、あ、4分ぐらいじゃないですか、星4、うん、あ、星3分ぐらい星こちらは5分台です。おー、こちらはお前いいやん、いいやん、そして仕掛けていただきたい、参考になりました、ありがとうございます、ありがとうございます。事務所代もこれで行ってくださいね、っていうニュアンスなんですけど、いや正直、職人からすると鉄面に対してどれだけ乗っけたらみんな波っていうか、こう見たらあーっと、まあ、なりますよねっていうので、やっぱ気をつけて、やっぱ仕上がりを良くするには、まあ、それなりにしかつけられないから、それなりには乗ってるんだけど、まあそれでも一番最初あの錆の面を白にしてるんで、バカリやつでちゃんと被るようになるんで、1層目は希釈ゼロでやってるんですよ、はい、ここの屋根希釈ゼロで綺麗に全部1回入れてたら、さすがに2回目はどうしても引っ張っちゃうんで、希釈ゼロでもう1回やろうとすると、ノリが安くいって、入ってば、まあ、はまっちゃうんですよ、あ、はい、やっぱり2層目だと、はい、でなので、少しいいと、大体僕は 5% から 10% までしか溶剤を伸ばさないんですけど、はい、必ず量り使って 5% まで、はい、伸ばして。あ、今カメラ目線してました。なんか営業より、ね、すごい喋りで一番ですよね一応そこまでは僕の中のポリシーですけど、まあ、あんまり伸ばさないで、ね、ああ、あえてこだわりある職人さんいいな、はい、もともととそうやってきっかけがあるんですか、大学出て、あ、一応就職は一回したんですけど、ただなんていうのね、あんまりこう座ってこう作業するような感じがあんまりこうちょっとやっぱ合わなかったっていうのはあるんですけど、その後からたまたま仕事辞めて、まあ、ちょっと知り合いのお父さんがお蕎麦屋さんだったんですよ。で、じゃあバイトで来いよって言われて、そこからこう始めた。で最初の長場だったんで、やっぱヘルメットの上からローラーの上でどんなぐらいだったのか、もう、まあ、日常ですね。ってやられて、で、そんなのもあり、こうあるとき、そこも、まあ、辞めてしまったんですけど、その後、町場の会社に入って、そこから町場を覚えて、最後に1個言いたいことは、最高の職人さんがおって、クレームが来たら、まだ管理とか営業が、これが戻っちゃう、それは何、言われたことに動いてる、管理とか何でもない、自分からこうですね、ああですね、いや、色はこうした方がいいですよ、ああした方がいいですよ。言えるように自信がついてるからやれるじゃん、まあ、お前に任せるというと、はい、はい、YouTube なんか横浜で月に2回やってくれるらしいですすごいありがたいですね、ありがたいね、ありがとうございます、はい、はい、じゃあ皆さん、はい、ぜひチャンネル登録いいねよろしくお願いします、はい、せーの、またねー